はいどうもヒョドルです。名探偵ピカチュウ実況プレイ続きをやっていきたいと思います。倉庫に潜入して薬品倉庫に行きたいんですよね。この辺からぐるっと回っていけるのかな。お、サイモンの部屋の上ってことは薬品倉庫はこの先だな。あの扉ですね。でもこれじゃ進めないよ。仕方ないな。ティム、荷物をどかすぞ。倉庫への道ができるように考えながら動かしていくんだ。これ知ってる。ワイルドアームズや。ワイルドアームズでよくあるやつですね。ワイルドアームズが何かわからない人はヒョードルズヌーブパーティーのワイルドアームズ実況プレイをぜひお楽しみください。こういうね、なんかパズル的な要素がいっぱいある RPG になっております。こういう感じやね。あ、いけたいけた。ん？いけた？いけてなくね？あ、ちょ、ミスった。1個目ミスった。1個前ミスった。これこれ。これ後ろに、後ろに。あー。あ、これリセットできないのかな？やり直したーい。やり直し。はっ。あ、メタンクが戻してくれたんだ。メタング戻してくれたんだ。先にこれを奥に押し込んで、これを横にどけて、で、最後の一個もこうですね。はい、いけた。もうやったな、ティム。さあ、倉庫にお邪魔しようぜ。はいはい。この部屋は、何か思い出しそうなんだな。もうちょっとで思い出せそうな感じですね。キム見ろよ。 R 輸出計画書。ピカチュウ、これって、ああ、キースは R を輸出するみたいだな。そんな、あちこちで R が使われたらとんでもないことになっちゃうよ。どんな計画なのかまずは読んでみるぞ。 R の生産。PCL の地下の装置でしか生産できないというのは非常に大きな問題である。生産拠点となる用地を早急に買収し、安定的に製造できる体制を作らなければならない。先日、用地買収が終わったライム埠頭の倉庫は、生産拠点としての第一歩になるだろう。うん。まずは口の堅い乗客を見つける必要がある。現在、いくつかの闇ルートをたどって、富裕層ネットワークへの接触を開始している。一度このネットワークに食い込むことができれば、その人脈を利用して販売拡大が見込めるはずだ。まあいくらでも悪用の仕様がありますからね。まもなくカルロスの R の解析が終了するはずだ。カルロスさんはだいぶ前 PCL で起こった事件で、犯人だった人ですね。今は暫定的にライム埠頭の倉庫を足がかりにするが、ゆくゆくは R 生産装置を海外に移転し、大規模な生産工場を設立していく予定である。恐ろしい。ピカチュウ、箱の陰に資料があるよ。ピカチュウちょっと手前で引っかかってますけどね。何？実験報告と今後の展望？ R のレポートみたいだな。よく見つけたな。著者はカルロスだって。僕たちが PCL に行く前に書かれたものだよ。早速読んでみよう。 R の特性。状況に適した特性を選ぶことにより、最大の効果が期待できる。どちらもほとんど無臭なので、匂いに敏感なポケモンでない限り察知することは難しい。匂いに敏感なポケモンなら察知できるってことだ。気体の特性。気体型と液体型か。あー、ファインパークで使用した風船、これはまさに気体特性の高齢といえる。風船を割ることで R が拡散したが、効果の範囲は中心から1メートル以内と十分な距離であった。まあ、だからリザードンだけに効果があったんですよね。食品への注入。これが液体の特性を効果的に利用する方法である。これはなんだっけ。あ、ちょ、オーロットだかオーロックだかなんかそんな感じの木のポケモンがやられてたのがこれですね、多分。R は赤色と緑色、2種類の液体を混ぜることで高い効果を発揮する。赤と緑、その2種類の液体を
それぞれ別々に食品に注入することで、それを食べたポケモンに強い影響を与えることができる。最も簡単に R の効果を得られる方法といえる。カプセル型。今後の研究開発の展望を記す。現在 R はアンプルによって持ち運びが行われている。しかしアンプルは割れやすく、効率的に液体を混ぜられない。その欠点を克服するため、カプセル型の試作を開始した。頑丈なカプセルに R を保存することで、破損を防ぎ、安全な持ち運びを可能にする。さらに、このカプセルには任意のタイミングで、分離した状態の液体を混ぜ合わせる仕組みを入れるつもりだ。つまり、カプセル型ならば、時間も場所も制限されることなく、自動で混ぜ合わせた R をすぐに散布することが可能である。さらなる R の改良。引き続き実験データを集めて、さらに R を改良する必要がある。今の R には効果が一時的であること、 R 使用者の意思が通じないこと、その2つの問題がある。今後はポケモンが R 使用者と意思疎通をしたまま長時間パワーが発揮できるよう研究を進めていく予定である。ちゃんとコントロール下に置こうっていう、まあそうですね。なんだっけ、スタンドアローンの兵器なんてナンセンスだからなって、パトレイバーザムービー2でそんなセリフがありましたね。どれだけわかる人がいるかみたいな感じですけど、すごい資料が出てきたな。キースのやつ、 R をますますろくでもない薬に開発するつもりなんだ。だがやつの企みがこれでわかったぞ。そろそろこれ見つかるやつやで。キースめ、 R の輸出を企てていたとはな。危ない。これを叱るべき筋に、ホリデー警部にこう渡して、早くこのことをベイカーさんやホリデー警部に伝えよう。でも父さんにつながるものは見つからなかったね。お、ピカチュウ、なんか思い出したか。この箱の中身が気になるの。ああ、不思議だね。父さんと来た時の記憶なのかな。わからんが、ちょっと箱の中身を出してみてくれよ。なんだろうね、これ。これは R のアンプル。なんか見たことあるんだよな。ま、とりあえず開けてみるか。ちょっと、もう少し調べた方が。もうピカチュウ、だからこんなの開けない方がいいって。ピカチュウ、ピカチュウ。あら。あ、ティムだ。ハリーじゃない。あ、ハリーだ。そしてミュウツー。ピカチュウ、ミュウツーに会ったのは事故に会った後ですよね。ピカチュウ。そっか、あれは夢じゃなかったのか。ピカチュウ。おう、ティムか。大丈夫、こんなものいきなり開けるから。ああ、だがおかげで思い出した。とんでもねえ約束をしちまったぜ。お、誰と約束したの。聞いて驚くなよ、ミュウツーだ。え、ミュウツーって R の原料の細胞の持ち主。その通りだ。そのミュウツーと一体何を約束したの。ああ、破壊の遺伝子の回収と R 絡みの事件の黒幕を捕まえることだ。夢の中で俺は必死にミュウツーにハリーを助けてくれと頼んでた。おそらくハリーを助ける代わりにそれを条件に出してきたんだろう。でもそんな大事なことをなんでピカチュウに。お前な、俺は名探偵だぞ。ミュウツーからも信頼されていたんだろう。細かいことは思い出せないけどな。まあ多分そうじゃないんだろうけど、まあ約束したらね。また適当なことを言って。いやけどやばくないこれ。絶対バレるよね。これ出たところでわーってなるよこれ。よし行こうぜ。行きます。今のところ順調だね。そうだな。はい。やばい、キム、扉を閉めろ。え、とにかく早く閉めるんだ。
お前ら何者だ。開けろ。どうしよう、このままじゃ捕まっちゃう。まさに袋のピカチュウ。これ開けろ。やばいよ、こんなマッチに捕まったら。ドアを叩くタイミングでドアを引くんだ。分かったよ。工場長から逃げろ。へい、これ今だ。ピカチュウ、あれを使おう。バリケード作るかな。アギルダ、奴を足止めしてくれ。お、やるか、アギ。おー、くらえ、白い粉。工場長が座ってる場合じゃねえだろ。なめるなよ。やつは不死身か。どこだ。蹴り落としちまえよ。なんだあいつ。ティム、今こそとどめだ。へい、そりゃティム君、殺人一歩手前ですね。アギルダーがちゃっかりボタンを押すのがいいわ。サイモンさんを助けるために1階へ向かった。するとサイモンさんから思いもよらない提案を受けた。なになに。よかった、ちょうどコンテナがある。広さも申し分ない。ティム君をこれで運ぶ。入って。え、このコンテナって今日出荷される商品です。組織のやつが回収に来ますから、労することなく懐に潜り込めます。わお。乗り込むしかないぞ。唯一の手がかりだ。わかりました。行くね。これをベーカーさんに。メモと計画書か。ナイスアイディアだな。アギルダ、頼むぜ。アギ。奴らが来ます。急いで。はい。こんなんさ、潜入してるってバレてるのに大丈夫かな。でも出荷とかしてる場合か。僕はまあ大丈夫。君たちの幸運を祈っていますよ。これはいよいよ大詰めなのでは。第8章 R の行き先。あ、けどまだそういう感じのタイトルでもないな。僕らは長い時間暗闇の中で息を潜めていた。 R の終着点がどこなのか、それを突き止めるために。おい、これは違うのか。ああ、箱に印がない。ただの健康食品だ。じゃあこれで全部か。そうだ、さっさと運ぶぞ。キースノーマンのところだ。はいはい、キースノーマン。ああ、分かってる。キースのとこに出荷されるのかな。行ったみたいだよ。はい、じっとしててね。なんだおい、ポケモン扱いするな。ふんふん、こらってもちゃっかり潜入してるわ。やっと自由な身だ。ここは倉庫か。まるで工場みたいだな。そうだね。だけどキースって言ってたよ。アジトなのかな。ふん、どこなのかわからんが、 R の入った箱は奴の部屋に運ばれたようだ。つまりR の行き先にキースがいるってことだね。その通りだ。早速追うぞ。うん。R が運び込まれた先を探せ。OK。荷物はどこへ運ばれたんだ。足取りを追うぞ、キム。ここはいろいろ積んであるよ。ここは倉庫みたいだね。うん、もうライムシティから出たのかな。出荷ってことだから出てそうな気もするが。キースさんだってライムシティにいるとまずいもんね。あ、間違えた、下降りちゃった。こらったと、なんかもう一匹ネズミがいるな。お、こらった、アローラの姿。おお、
これ出てくるんだ。へえ。ん？コラッタと似てるが別のポケモンか？その鳴き声、お前もコラッタなのか？落ち着いた色合いの子だね。形も少しだけ違うみたい。なんだっけ？サンムーンがそうなんだっけ？アローラの姿っていう、なんかこう、ちょっと形が違うポケモンがね、出るんですよね。この場所について。コラッタ。よくわからない？道に迷ってうろうろしてたらここに出たって？前にいたところの方が食べ物は新鮮だった。でも友達ができたからここは最高だって。よかったな。ここの友達と話すのに夢中で周りを見てなかったって一緒にいるとすごく楽しい。気があって何よりだな。よかったよかった。君はさっきの子だっただよね。違うのかな。最高？そんなにいいところなのか。じゃあまたちょっと別の子だったか。これそうか。食べ物がいっぱいあるし、気の合う友達もできたって？ん？お前どこかで会ったことあったか？あ、やっぱり、え？その子だった？何？ここを通った？手前のエレベーターに乗って上へ行ったみたいだって？オッケー、手前のエレベーター。これかな？気をつけろよ、ティム。うん。おお、ラプラス、優雅なクイーン、おしゃまり、キラキラアイドルチラチーノ、のんびりバカンス、プルリン、しびれるギャルソン、ありがとう。リゾートホテル、屋内か。いや、船だよな、これ。豪華客船なんじゃない？海のど真ん中だぞ。どういうこと？ここは一体？ああ、いわゆる豪華客船ってやつだな。さっきライムふ頭に泊まってたやつですかね、じゃあ。まさか、この船を密輸に使ってるってこと？よっ、嫌な予感がするぜ。早いところキースを見つけるぞ。荷物を持った男を見たやつはいないか。デッキで聞き込みするぞ。オッケー。豪華客船について。サービスが快適だし、何より食事が美味しいわ。私、船旅はいつもプライムトレジャー号よ。何度も乗ってるんですね。ええ、あちこち行ったわ。ライムシティもいい街よね。そんな人いたかしら。気づかなかったわ。プルン？プルリン。広すぎてややこしい。確かにそんな感じするね。熱い飲み物は扱ってないって？本当かよ。ここで働いてても迷うなんて相当広いんだね。このお兄さん、なんか何も見てなさそうだけど。初のプライムトレジャー号、目いっぱい楽しむつもりか。そんな人来てたかな。空を見てたからわからないよ。でしょうね。この人は船員さんかな。行き届かない点があれば何なりとおっしゃってください。プールをお使いならタオルの貸し出しもございますよ。いえ、大丈夫です。荷物を持った男見てない。通常荷物の運搬はお客様がお休みになっている夜の間に行うのですが、おかしいですね。カーニバルに合わせてこの船に乗ってるの。あ、そういえばあれか、ライムシティであるカーニバルね。それもあるけど、この船は思い出の場所なの。夫がここでプロポーズしてくれたの。特別な花束を添えてね。素敵ですね。特別ってどんな花束ですか？夫に聞いてみて。あ、間違えた。荷物を持った男来てない。エレベーターに上がったって証言はあったけど誰も見てない、ね、今年のカーニバルも楽しみだな。花束について。花火、夜のパレードの前に大きな花火が打ち上がるんだ。それを花束って言ったんだよ。そうでしたか。ロマンチックですね。お前の口からロマンチックって言葉を聞くとはな。いいじゃん。別にティム君そんなまだ若いだけでね、シャレっ気もないってこともないと思うけど。豪華客船、いつも来てもピカピカで楽しいって。まだチラーミーだった頃から何度も来てるって。この人のパートナーなのかな。
あなたその格好は熱くないの？独自の審査があって一般人は乗れないって聞いてたのに、そうでもないのかしら。あなたみたいな人も混じってるなんて、なんだ喧嘩売ってるのか。本当だよ。荷物を持った男、見覚えがないわ。チラチーノ。そうなの、よくわかったわね。この子たち可愛いでしょ。ポケモンのコンテストで優勝したこともあるのよ。あ、すごい。ん、ティム、俺の毛並みに文句あるのか。何も言ってないよ。おっさんやからな。プールでショーがある。お前も出てるって。おう、いつやるんだ。明日か。俺は見れなさそうだな。頑張れよ。こんにちは。セレブ御用達の船だから荷物の搬入はお客さんの目を避けて夜中に行うものなのに、今日は昼間から荷物を持った男たちがうろうろ。お、目撃情報。ここを通ってラウンジの方へ行った。オッケー。右側の扉を開けてまっすぐ進んだ先。オッケー、じゃあちょっともう行ってみようか。右側の扉、これかな。ここをまっすぐ進んだ先がラウンジって話だったな。この辺とか入れんのかな。入れないね。ティム君、場違いすぎてめっちゃ浮きそうやな。こりゃすげえな。何から何まで豪華だね。こんにちは。ラウンジが広くて気に入ったよ。とても落ち着くね。荷物を持った男、後ろの階段を登っていった。 Thank you。 でもどんどん追いかけましょう。ここはなんか違うっぽい。ワルビル、アラクレイ用心棒。グラサンかけてるっぽいのがまたなんかこう似合ってますね。何、ここは通さない。固いこと言うなよ。ちょっと部屋を見るだけだ。ビップルームかな。わかったわかった。引き返すから一つだけ教えてくれ。荷物を持った二人組の男がこっちへ来なかったか。ここに入っていったって。じゃああれはあの扉の向こうに。なるほど。なんとかしてあの扉の奥に。ワルビルは厄介だが、Rが運び込まれたとあっちゃどうにかして部屋を調べないとな。潜入する方法を考えよう。もうちょっと話聞いてみようか。もっと活かした格好。なるほどね。なんか誰かからタキシードでも借りてくれいいのかな。キューコンだ、かっこいい。キューコンが喜ぶからたまに乗るんだ。広くていいよね。こう？高貴な毛並み。キューコンもなんかあれだよね。こう？アローラの姿確かあるよな。普段住んでる家も似たようなところだが、船の方が広い分お気に入りだったよ。随分セレブな生活を送ってらっしゃいますね。誰かタキシード貸しておくれよ。ティム君。エミリアさん、どこにでもおるな。どうしてここに。取材に来たの。この船からパレードを見るのがセレブの間で人気らしくて。ティム君こそどうして。何を隠そう。キースの手がかりを追っていたらここに着いたんです。僕もセレブなんです。この船はキースと関係があるの。わかりませんが、おそらくあいつは船内にいます。あれを密輸するつもりなんです。そんな、あんなものが世界に広まったら大変よ。私にもキース探しを手伝わせて。エミリアさん、でも取材って言えば情報も集めやすいわ。よし、協力してもらおうぜ。ピカチュウ。エミリアを巻き込みたくはないが、状況が状況だ。頼むぜエミリア。キースを探してるのよね。聞きたいことはある。豪華客船。まさかこの船を密輸に使うだなんて。この船はどこへ向かっているんですか。
わからないの。世界中を回ってるらしいわ。ちゃんと取材しろし。乗客のリクエストで行き先が決まるんですって。マジか。ティム君はどうやってこの船に？ R の工場に潜入して出荷されるコンテナに紛れ込んだんです。そのまま運ばれてここに来ました。そんな無茶をしたのね。無事でよかったわ。いやほんとな。2階の奥の部屋、気づかなかったわ。そこに R が運び込まれたの？はい。でもワルビルの警備が厳しくて入れないんです。 R の行方をつかんだなんてすごいわ。でも見張りがいるのね。ワルビルってこの子かしら？はい、そのポケモンです。エミリアさんはポケモンの図鑑を持ってるんですね。実はこれ私のメモなの。いろんな図鑑を見て必要そうなことを書き写してるのよ。何？全部手で書いたのか？すごいなエミリア。残念ながらワルビルには電気の技が効かないみたいね。対決になったらピカチュウは不利よ。どっちにしろこの人電気出せないけどね。でも何の部屋なのかは少しはわかるかもしれないわ。船内新聞があるの。この船で行われるイベントのスケジュールが載ってるのよ。そりゃいいな、見てみようぜ。あの部屋のイベントはプライムトレジャーショー。一体どんなショーなんだ？すごい名前だな。取材。メイコさんとは別行動なの。私はこの船の取材担当よ。ほとんど終わって、あとはインタビューだけなの。まずは料理人のジーノ・ファリーナさん。何？あのジーノ知ってんの？もちろんだ、天才料理人だぞ。ライムシティにも店を出してるが予約が取れないほど人気なんだ。グレアムさんのお友達なんですって。それで今回特別に取材させてもらえることになったの。なるほどね。じゃあグレアムさんもこの船に？ええ、一緒に来ていただいてるわ。なるほど。どんな内容なのかしらね。私にもわからないわ、ごめんなさい。いえ、エミリアさんのおかげでショーの名前がわかりました。聞き込みをしてみます。頑張ってね。私もインタビューが終わったらショーについて調べてみるわ。お、なになに？飲み物の注文表。ブルリルに渡せば書いたものを持ってきてくれるわ。ティム君もピカチュウも少し休んだ方がいいわ。ありがとうございます。ティム、聞き込みが済んだらコーヒーを飲もうぜ。ショーについてバーテンさんは詳しいんじゃないの？手がかりといえばあの部屋で行われてるというショーだ。ショーについて調べるぞ。OK。あ、間違えた。手がかりといえばあの部屋で行われてるというショーだ。まあ、じゃあショーについて調べるぞ。 R の行き先は分かって、なんかドレスコードみたいになってるっぽいんで、どっかで服を手に入れてくるんじゃないのかな。どうしたのピカチュウくん。まずはこのラウンジでショーについて聞き込みをしようぜ。はい、というわけで、じゃあ次回はショーについての聞き込みを進めるところからですかね。それでは今回この辺で、どうもありがとうございました。